こちらおせちの特設コーナーなんですが、およそ1000種類あるおせちのうち半分の500種類がすでに完売しているということです。岡山市北区の岡山高島屋です。今年のおせち料理の売り上げは好調だった去年とほぼ同じ水準ということです。行動制限のないお正月になりそうで、売れ筋商品にも変化が見られます。ご家族が集まられるっていう方も多くいらっしゃいまして、個食というよりは2段3段重といったようなおせちが売れてますね。さまざまな世代が集まることから和洋折衷のおせち料理も人気といいます。ただ家計を圧迫する物価高がおせち料理の価格にも影を落としています。資材とか原材料の高騰があるので 7% から 10% ぐらいは少し値上がりがあります。おせち料理の材料に欠かせないのが鮮魚です。主にエビとかブリ類が値段が結構上がってますね。外国のものが多いので、どうしてもエビはその辺でやっぱ円安の影響があったりとか、あとは原油高の影響があって、原油高や円安の影響で輸入品のエビの価格はおよそ1割上がったといいます。さらにブリも養殖物に関してはやはり昨年よりも値段が上がってます。これも多分だいたい1割ぐらい増しで値段は上がっているような感じです。餌代の高騰などから養殖のブリの価格はおよそ1割上がり、天然物より高くなることも。仕入れにはすごく気を使います。もうかなり、もう日々日々情報を見ながら、もう何回も計画を練り直したりして。仕入れ担当者は全国の市場の情報を見て、少しでも安く品質が良い魚を仕入れるよう知恵を絞っています。値上げの波が直撃している年末年始ですが、買い物客からはこんな声も。気分的にね、なんかお正月が来たという感じもしないし、やっぱりあった方がね、はい、こういう時世ではありますんで、せめておせちぐらい。消費者にとってはいつも以上に財布の紐を気にする年の瀬となりそうです。